さあ、行きますか。さあ、ちょっと休憩してきたんで、ここからはもうノンストップで、結構ちょっと時間やれるんで、ノンストップで頑張りたい。ちょっともう楽しくなってきたんで、どんどん行こう。でですね、まず、道具に関して、お札の効能に関して調べさせていただきまして、こちらですね、サンゴのお札は、なんて言うんだろう、敵の特殊能力を、なんか、封じるみたいなこと書いてました。はい。敵の特殊能力を封じる。だから多分氷の攻撃とか、ああいうのを封じる、まあ、魔法トーン的な、ことやと思います。ただ、一回使ったら消えるのか、それとももう一生ものなのかはちょっと不明。おそらく、一回きりだと思うんで、まあ、ここぞというところで使いたいんですけど、そんなとこわかんないですし、もう、正直売っ払ってもいいかなと思ってます。正直。もう、そこまでそれにこだわる必要はないかなと。あと、そんなことよりも、もっとすごく大事なこと。大事なことを、先ほどですね、つい先ほどですね、ちょっと動画の、見ていただいてる方から、メールが来まして、メールいただきまして、僕にメールをしたい、気になるなという方は、メールどんどんくださいね。メールアドレス、ちょっと概要欄には載せてないんですけど、簡単に送れますし、ごめんなさい。ブログの方に来ていただければ、基本そこにメールフォームの方があるんで、そこから送っていただけるのがもう確実です。もうメル友的になってる方がすでに YouTube でも何人かいますんで、もしよかったら送ってくださいね。で、そこで非常にちょっと貴重なですね、情報をいただきまして、ここにですね、この辺のどっかに、なんか、高く売れるアイテムが落ちてると。それを拾えと。お金の溜まりにくさはそれで解消しろみたいなことを、教えていただいたので、ちょっと急遽、先に取りに来ました。高く売れるというのがどのレベルか知らないですけど、まあ、わざわざメールくれたぐらいやから、ここかな？ここかな？来た。文福茶釜を見つけた。文福茶釜を見つけました。これが多分高く売れるアイテムだと思うんですけど。さあ、どれぐらいで売れるのか。こんなん当たり前なんかな？みんな当たり前なんかな？一応その方に教えてもらったのは、一応言っとくと、もう一つあるんですよ。それはオアシスのところ調べて回復したみたいな場所が結構あるよ、みたいな。結構実はマップ上にあるんです、みたいな。怪しいところは調べた方がいいって言われて。こういう多分隅っことかそういうことやと思うんですけど。なんかマップの端っことか、そういうとこにあるらしいです。だから具体的に聞いたわけじゃないんで、まあ見つけたら、ぐらいの感じで行こうと思います。じゃあ一回売りに行ってみるか。どこがいいかな？やっぱり竹取りかな？すぐ買うことを考えると。武器、剣買おうか。そんな高く売れるか？1万両ぐらいで売れるんじゃないですか、でも。さすがに。わざわざ、あれ、売るとこない。わざわざ焦って教えてくれたってことは、高額で売れますよ、みたいな感じだったんで。ありがとうございます。あえて名前は言わないですけど、ありがとうございます。売るとこないわ。ちょっと待ってくださいね。金太郎？質屋さんがないんですよ。これプラスお金下ろしてなんとか足りたらいいんですけど、ちょっと足りひんでしょうね、多分ね。あ、そうか。白虎の剣があるから、それ打ったら足りるわ。それ打ったら、もし1万円ならですよ。
まずは、あー怖い怖い。くっ。きたー。高っ。マジか。2万両。わ、これは教えてく、これはありがとうございます。本当に教えていただいて。これはでかい。これはでかい。もう絶対買いに行こう。よし。すごい。いきなり富裕層へ。いきなり富裕層へと姿を変えましたよ。ちょっと待って。防具買うか、武器買うかなんですけど、武器買いますわ。武器買いますわ。防具派なんですけどね。気持ちは防具派なんです。ただ、鬼の金棒があるからね。一応鬼の金棒よりもし弱かったら、もう、またすぐ売りますわ。そのつもりでね。鬼の金棒よりもし強かったらもう一番ラッキーじゃないですか。素早さも戻るし。素早さ戻すことを最優先で考えての、あ、ドキドキするな。何の剣やったっけ？忘れた。鳳凰の剣でしたっけ？鳳凰の剣や。来た。高いな、これほんま。はい。うっしゃー。ちょっと高級品やからね。まずは、攻撃力151。で、156。よしよしよし、上がった。よし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 、よしよし。まあ、ちょっとしか上がってないけど、でも鬼の金棒より強いもんね、これで。じゃあ、うる。これ、じゃあ鬼の金棒はもういらないと。うわぁ、嬉しいなぁ、マジで嬉しいなぁ。あと3500でしょ？あと3500でしょ？これ、金下ろして、ここは銀行あったっけ？もし1万両あったら、銅も買おうかな。よし。うわ、ギリギリか。ギリギリ足りんか。ギリギリ足りないっすね。ちょっと貯めたいなぁ。でも3500握ったままめっちゃ怖い。まあいいか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。引き出して、全部引き出して、いや、1万両の、なんか買いますわ。買うんやけど、ちょっと盗まれるのが怖すぎるんで、ネタローで、ネタロー行きの、ネタロー行きの、この辺で盗まれないやつで、戦いの、俺は鳳凰の剣の力。よっしゃあ。どこに売ってたっけな。希望の都でしたっけね。あの高い、高額防具は。まあ多分2万円の防具もあるんでしょうけど、とりあえず1万円で買える分を買おう。これでもうお金の心配ある程度する必要ないな。お金盗まれるのが腹立つからどうしてもあの辺なかなか行けなかったんですけどね。あー嬉しいな。本当に貯めなくていいというのはもう格も嬉しいものですか。よしよしよし、ズンズン。さあ出てこい。確か金棒はもう激安でしか売れませんでしたよね。10両とか、そんなんでしたよね。100両とか10両とか。もう捨ててもいいぐらいな。もう絶対いらんすわ。回復場所も探したいけど、闇雲に探すのもどうかなと思うしな。もう本当に、ここって、って思ったところ見つけたらぐらいの感じしようかな。あんま調子乗って探しまくるのはあまりよろしくないと思う。というか多分無理。あそこまであのね、オアシスみたいにあそこまで分かりやすければいいんですけどね。多分そんなのあんまないと思うし。よし、じゃあ行きます。希望の都。
キューン。で、本当はね、本当はサルカニの村を解放したら、また新しい防具出ると思うんですけど、お店出ると思うんですけど、そこ解放するまでにあの洞窟行かなあかんからね。そのこと考えたらもう一旦買ってもいいかなと思って。まあ、一旦ちょっと品揃え見ましょう。今の装備が、うずきの胴、獅子の足袋、鶴の羽織、鷹の爪、鉄鋼。水月の胴。うわぁ、そうか。2万両があんのか。うわ、欲しい。欲しいけど。はい、サツキの胴買います。で、守備力171で、これで、これか。よしよしよし。まあ、もうこれでいいでしょう。これでいいでしょう。それで、質屋さん行って、質屋さん行って、売っ払って、お金預けて、で、毒の沼地のダンジョン、あそこ行こうか。はい。鬼の金棒。はい。やっぱり重量。うずきの胴、2500。あとは、隠れ身のは持っとこうか。使っちゃいますかね、隠れ身の。どっから行ったらいいかな。早速隠れ蓑を使って。はい、よしよしよし。ダメージはちょっとずつ軽減されてはきてますね。もう一個レベル上がったらまた強くなる。まあまあまあ、レベルもぼちぼち上がると思うんですよね。よしよし。月のワグマ。あー、まあまあ食らうなー。まあまあ食らうなー。まあまあ食らうけど、まあまあまあ、こっちの攻撃力も上がってるし、ちょっと待って、使っとこうか。3000両持っていくのは危ないんですけど、もう3000両ぐらいいいわ。ちょっと心が広くなってます。2万両得たことによってちょっと心が広くなった。もう多分ね、当分武器買い替えなくていいと思うんですよ。なぜかというと、その竹取の村、まだ本来なら行けないはずの村にあった剣を買ったんで、それは僕にとってはかなり大きいですね。だってあそこで勇気の剣がもらえるって言ってたから、逆に考えたらもうこれ購入できる最強武器と考えるのが自然なんですよ。そうですよね。だってあそこで手に入るんやから、そのうち多分強い武器が手に入る村で撃ってある剣なんやから、もう間違いないでしょ。それは間違いないはずや。僕のこの計算は合ってると思う。だから下手しい銅も2万円の銅が最強なんじゃないですか。よしよし。ああ、そうか。嫌なこと思い出した。嫌なこと思い出した。どうしよう。嫌なこと思い出した。すごい嫌なこと思い出した。お金預けていかなあかんわ。よく考えたらお金預けていかんと、
絶対帰ってこれへんのっすよね。うわー、もうめんどくさいな。めんどくさいな、もう。いいか、半額ぐらい。もういいや。見てる方がもう飽きるでしょ。これぐらいの。金捨てていきゃいいわ。どうせ絶対帰れへんからね。リネミト的なことがあればいいんですけどね。こいつや。できればなるべくダメージを食らわないようにしてたどり着きたい。ほい。はい、よし、頑張るぞ。たった。マンキンタン1,2,3,4,5,6,7,8。 マンキンタン、あんまり術使っていったらダメですからね。術は残しとかなあかんのよ。この辺からちょっときびだんご食べて、よし、限界。これでマンキンタン、うわぁ、果てしないなぁ。大丈夫かなぁ。1,2,3,4,5,6,7。マンキンタン大丈夫かな、使って。やばそうやな、ちょっと待って。マンキンタンやめましょうね。ちょっと。ここはきびだんごでしのごう。きついなぁ。きびだんご以上の回復アイテム欲しいなぁ。よし。1,2,3,4,5。これで。稲妻。これ無駄な、一個無駄にしてる？まあでも一歩上に移動するのとどっちが無駄かどうか。まあいいか。ちょっと一歩無駄にしてますよね。まあいいわ。稲妻はそんなに使わないですから。よし。足りるのは足りるな。足りますよね。帰れへんけど。あの奥があったらもう無理やで。よし、いけた。よし、いけた。1,2。おわ、うわ、なんか奥あるやん。大丈夫か？よし、オッケー。でかした桃太郎、お主に浮遊の術を授けてやろう。ひゃひゃ。浮遊の術は、はい、浮遊んと唱えれば体が宙に浮く技じゃ。ああ、今まで体力奪うような場所も難なく通れる。やったー。そういうことか。じゃあ帰れるんや。ここなんか宝箱置いときゃだね。知っとんねん。見とんねん、こっちは。蜘蛛の糸を見つけた。あ？そういうこと？そういうこと？いや、あれ？治ってるけど、多分ね、これがリレミトちゃう？ほら。天才や。ちょっと軍師的なものになれへんかな。僕もニートですからね。軍師的な。よし。まあ、お金も、お金にも余裕があり、浮遊の術も覚えた。これ以上のことはない。じゃあもう、ここは飛んでってもええか。浮遊はでもどこで使うんかな。ああ、そうか、わかりました。山ほどあったもんね、きついところ。確か。あ、ちょっと待って。
じゃあこの勢いで穴行ってみます。倒せるらーらー、あんま強くないな。攻撃力もうちょっと上がってほしいな。ズズズズズズズン。今回の戦闘が長い。もう隠れ身のありがとうございます。こいつめっちゃ強いのよね。うわ強いわ。倒してみるか。いやーこいつ強っ。こいつガチ勢やほんま。あーもうもったいないな。うわーこいつと殴り合うのはもう全然特策じゃないな。こんなにレベル足りてないですかね。ちょっといけると思ったんやけどな。絶妙に探索。うわ怖っ怖っ。これ、いや狂気に満ちとるな。すごいですよこの狂気やで。これうわ怖っ。これちょっと待って、このゲームで僕出会ったやつの中で一番顔怖いわ。このこんなドット絵でここまでこの不気味さが作れるとは素晴らしいですね。スイカみたいなパンツ履きやがってほら。ちょ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 、あかん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 。強いわ強いっす、認めましょう。めちゃくちゃ強いわ、認めるしかない。もうそこ行くんがもう無理やわ。取るだけ取るか。取るだけ取って。よいしょ。仙人の霞。なんすかね。霞を食うみたいなことか。食べ物なんかな。ことわざみたいな。ねえ。霞を食べてるみたいなね。仙人は。霧みたいなことでしょ。霧とかそういうもやみたいなことだと思うんですけどね。ただ一応仙人にとっては食べ物なんだよみたいな、そういうのですら生きられるんだよ仙人はみたいな。うわ満金丹使えるやんこいつ、すげえ。いや尊敬してる場合じゃない。ちょっと逃げます。支援がなくなったら終わりやからね、ほんまに。支援を守っていかなあかんからね。よし。使うと食べるがもし出たら、食べ物っすよね。僕、食べ物なんちゃうかなと思ってんすけどね。とん、ほら、ほら。ということは、技回復かな？技回復来たか？これ。嬉しいですけどね、かなり。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。きび団子買っていこう。まあ、ほんと気休めですけど、きび団子。きび団子と、あ、そうか、蜘蛛の糸買おう。ね。蜘蛛の糸買って、きび団子買って、間違えた。よし、じゃあ行くで。何回もアタックすれば、そのうち道は開けるでしょう。ということで、GO! この走っていく演出、ちょっとぼちぼち僕飽きてきてるんですよ。もう一瞬で飛んでくれへんかな。
またこいつか。違う、こいつほんま嫌やねんって。倒すか。六角。よし。こんなん MP 何ぼあっても足りひんわ。けど、まあ、お金貯まるから。今来てる銅が1万両なんで、まあ、売れば多分7500とか、それぐらいにはなると思うので、こいつはもう逃げよう。マンキンタン使われたらどないもならん。くそ。出たー。こいつマジで怖い。六角入りまーす。よし。くそ、素早いな。素早さでも勝ててないっすね。よし。くそ。なんなんあぶね。全然すわ。まともに進めへん。いやー、実力がちょっと足りてないね。逃げないと。あかん。使うしかない。はあ、いやや、めてやめてマジ。逃げられへん。なんなんこれ。うわ、マジか。こんだけ逃げられへんやつもおんのか。あー、もうなんやねー。そう、雲の糸持ってたのに。あー、もう悔しい。ちょっとこの辺探索してレベル上げを優先しますかね。もう分かりますわ。どう考えてもやっぱりちょっとレベルが低いんやわ。先制されすぎですもん。さっきまでは確かに鬼のコンボを持ってたから先制されること当たり前と思ってましたけど、やっぱ先制されちゃってますもんね。冬、これでいいのかな。おー、いいね。いいね。よし。うわ、こいつも使えるのか。みんな持っとんな。みんな持っとる。強い。なんなんこいつら、ほんまに強いわ。こら。いや、無理よ、これ、無理よ。いけ。いやー、使いたくないのよねー。マンキンタン使いたくないのよねー。くそー、最悪や。もうどうしよう。こうなったら次の町まで絶対行くしかないやん。あ、ここや。竹に囲まれた石。ここやねんけど、もうそんなんやってる場合ちゃうし。ここ絶対ここやんか。あれ？あれ？ここやで絶対。休もうかな。
れ違うのかな。岩を囲みし、あ、松屋。ここや。岩を囲みし、松屋から、ここや。これや。来た、ホラー穴？うわ、怖っ。会いたかったぞ、桃太郎。しばらく、わしらが遊んでやろう。遊び方はわしの近くの地蔵に聞くがよい。なんなんこれ。わしの一つ左、三つ後ろの地蔵に聞け。また会おう。ちょっと待って、雑魚が出てきょらんかったらいいんですけどね。1、2、3。この人か？会いたかったぞ、桃太郎。二つ左、三つ後ろ。1、2、3。三つ左、二つ前。1、2、3、1、2。六つ右、一つ後ろ。1、2、3、4、5、6の後ろ。この人か。一つ右、一つ後ろ。はい。はい。三つ左、五つ前。1、2、3、1、2、3、4、5。三つ右、六つ後ろ。あ、二つ右。二つ右、1、2、1、2、3、4、5、6。桃太郎、まだまだ遊び足らぬ様子じゃの。わしらは構わぬ、存分に遊んでゆくがよい。え、どういうこと？どういうこと？え？どういうこと？いや、蓬莱の玉があるはずやね。くそ、もう、ローラー作戦いったろかな。誰か言いよるってことでしょ、これ。なんやね。まだまだ遊び足らぬようじゃの。なんなん、間違えたんすかね。別になんもないけどな。あれ、間違えたか？なんも、なんにもない。もう一回出ますか？一回出てもう一回行くか？まだまだ遊び足らぬとか言っとるし。あれ、消えてる。よし。あ、30分経ってるんで、じゃあ、ちょっと動画移動して、次ここから行きまーす。